水素ステーションのキーパーツに富士金のバルブ開発がすごいというニュースですね。濃く低温対応に逆転の発想というニュースです。まあ、水素ステーションというのはですね、あの高圧で水素を今のところですね、えー、閉じ込めておかないといけないので、温度をかなり下げないといけないと。圧力をかけるときに熱がかかるから、その分あの温度を、ね、下げて。 保存しておかないといけないということで、その時のこういったバルブですよね、水素を閉じ込めておくためのバルブの開発ですよね。これを富士金さんという企業ですね、ここが作ってきているということですね。本文,を読,んできて本文を読んでいきます。富士金大阪市北区で超高圧液体水素適合バルブの 開発プロジェクトがが立ち上がったのは2016年。水素ガスのステーション設置が本格化し始め社内では同ガス用バルブの改良や市場立ち上げに注力していた頃のことだ水素ガスは液化すれば800分の1の体積で輸送や貯蔵の効率化につながる水素大量消費社会を見据え早期に取り組んだ液体水素用バルブ開発が結実したと いうことですね、ガス用バルブの生産に追われていた状況での次世代プロジェクトで驚いたが当社の開発ポリシーは時代の反歩先なので異論なかった、えー、薬師陣忠之さんでしょうかね、えー、革新開発設計家主幹はこう振り返るということですね。 液体水素ではマイナス2 5 3度 c の極低温と99.9メガパスカルの超高圧対応ステーションで複数車両に同時充填可能な大流量も求められると3要素を満たすには材料と構造の根本的な見直しが必要液体水素を高圧で試験できる設備が車内なく実証評価も壁となった うんこね、実際には70メガパスカルかな、えー、ぐらいで、えー、水素はですね FCV、いわゆる水燃料電池車に、えー、圧力をかけてです、ね、入れるんですが、まあ、このぐらいの超高圧対応がないと、まあ、幅はないとです、ね、余裕はないと、まあ、まず難しいんでしょうね。う やっぱりすごいですね、マイナス25、253度 C っていうのは、これを保つだけでも相当なものだと思います。これの温度を、ね、保っとかないといけないっていうのは結構 FCV のね、えー、普及にかなり、まあなかなかですね、えー、難しいところなのかなと思います。この 圧力ととと、ここの温度に耐えられることができないとしかもです、ね、水素ステーションというのは外にこう出ているわけですから水素が漏れた時にも爆発の危険性がないようにいろいろな工夫をしないといけないということですよね。で今のところ、まあ、そういった条件でもありますので人がきちっとです、ね、水素を入れていくということになっております。まあ、そこら辺がガソリンもです、ね、だいぶ長い間人が入れていたという歴史がありますし。 海外ではね、あのー、実は FCV の方も自分で入れるっていうシステムになってきてます。そこまでね、安全性を確保できてるのかどうかっていうのは、まあ、各国のね、そういった基準によって変わってくるというところではあると思うんですけども、やっぱりあの燃料電池車はですね、まあ、前回の動画なんかでもね、えー、お話ししましたけれども、ガスリン車と同じぐらいの時間で 燃料を入れるるるここことととがでできるっていうのがやっぱり今の今ろ、ね、ろ電気自動車に比べて一番変わるところです。ただこういった水素ステーション側の複雑な気候ですとか条件ですとかねまた水素を保存したり水素を作ったりするときにまたエネルギーがいってしまうということですとかねさまざ、あ、まないろんな条件が重なって、まあ、水素ステーション自体も建設にお金がかかるということもありますけども 普及が、ね、まだ進んででいいななのかなというとうころです。ただあの前回動画をね、えー、した記事の方はですね、えー、まあとりあえずは電気自動車が流行ってくるでしょうけれどもその革新的なねバッテリーですとか充電機器っていうのができてこないと FCV 並みのその燃料供給というかですね電気供給っていうのはできないんじゃないかなという部分です。 でバッテリーはまだまだ高価ですし、もしそういったバッテリーができたとしても、値段が高くてなかなかね、搭載できない。搭載できるものは限られてくる。あるいは気象金属の問題もありますね。そちらの方の気象金属が、えー、どれぐらい持つのかっていうこともありますで。市場価格がそれに跳ね返ってきたりもしますので、価格競争にね、さ、え、ら、ー、されると。まあ、これは燃料電池も同じですけどね。 あの基礎金属を使って作ったりしますので、うん、そこら辺は難しいところではあるんですけどもねはいまあちょっと続きをね、えー、脱線してしまいましたので読んでいきます通常のバルブの生地軸部品で使う潤滑油は低温で硬化し使い物にならない解決策は硬化しにくい潤滑油を探すことではなくて特殊表面処理によって潤滑油がいらない軸部品にするとすごいですね えー、という逆転の発想だった。また低温バルブ設計では、流路と風刺材の位置を離すのが定石で、えー、マイナス2 5 3度 c 対応では長尺化が避けられない。この問題に特殊ステンレス光採用と形状の工夫でバルブ全長を従来構造比50%以下に抑制し、設置・保守しやすいバルブを考案。 流量も水素ガス用費で10倍を確保したということですね。ここら辺のやっぱり設計の逆転の発想ですとかねやっぱり実験をそれなりに重ねてきてこういう結論に達したっていうところもあるでしょうね。最後の壁だった実証では宇宙航空機器研究開発機構 JAXA とロケット実験場での評価を経てクリアした。 国内一家水素ステーションでは採用がすでに始まり、今後は米国市場での展開も進める。えー、山路、えー、さんですね、がですかね、えー、は、えー、水素大量消費社会に向け、当社ができることは何か突き詰めて考えたという、ということですね。バルブは過酷な状況下で絶え間なく動き、 流体制御をし続ける。円の下の力持ちと。自動車分野だけではなく、水素産業や産業用途でも貢献したいと。やはり GCT を。社会に資する教授を原動力に開発部品を広く役立てるということですね。はい。まあ、ね、ここの根幹の部分の技術なので、 結構開発は大変ですし、実験の場ですね。そういった、あるいは検査の場っていう場でも、なかなか条件が揃えるのが難しいような、非常に特殊なバルブですので、しかも、あの、根幹部品ですよね。えー、水素を低温で、超低温で溜めて、しかも高圧で保持しておかなきゃいけない。で、水素ステーションの場合には、 まあ、車にね、えー、どん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 流入、結構大量に流入させなきゃいけないっていうね、いろんな条件下を含めた中でのこのバルブの正常に作動するかどうかっていうのは非常に大事なところなんですね。で、まあ、この話題をですね、あのー、取り入れたっていうのはですね、まあ、結構地味な話題でもあるんですけど、非常に大事な部分ですよっていうところでもあるんですが、これね、下町ロケット との話題と非常によく似てるんですねあのー、実はねつい最近だいぶ経ってからですけれども映画化されてからもね、えー、ド,ラあドラマ化か、えー、された後に、えー、この小説を読んだんですけどもね池江戸潤さん原作ですよねで内容がですねこれの内容と非常によく似てますただ「下町ロケット」の場合はタイトからも来てますけども えー、大田区の、ね、下町工場が、まあ、工場といっても、ね、技術力が非常に高いところなんですけどもロケットに、ね、この部品が採用されるとで同じように、ね、バ,ルブがバルブの話、まあ、読んでない方のためにも、ね、あんまり話す細かいところを話すのはやめとこうと思うんですけども、まあ、そのバルブの、えー、根幹技術の特許を、ね、持ってたというところなんですよね。 でまあ、そういった部分の開発の難しさ、あるいは技術者の思いとかですね、えー、そういったところはです、ね、非常によく描かれていて、まあ、あの方の小説というのは結構面白いなというのは、まあ、個人的にはありますけれども、まあ、そこと、ね、ちょっとあ似ているようなものが現実的に起きているな、まあ、この場合は、ね、水素ステーションへの採用というところですけれども、逆に考えるとですね、 水素ステーションに採用されたということは、今後、アメリカ市場もそうですけど、国内市場も含めて、もしですよ、燃料電池車がどん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 広がっていくという場合には、あのものすごい、あのこの研究開発費の市場規模っていうのがですね、大きくなるということですよね。だから、まあ、製品のですね、回収ももちろんですけれども、 研究開発費の回、ね、収とかっていう部分もそうですけど、技術的な部分のこの根幹的な、ね、部分でこれだけのものが作れるっていうのは、今のところまあ日本の技術力っていうのは高いのかなっていう部分がありますし、水素関連ではね、えー、まだまだこう先行してる部分があるのかなっていうところもあるんですが、やっぱりね、こう、真面目にコツ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 こういった研究をね、重ねていく企業っていうのがね、やっぱり日本にはまだあるんだなというところです。 分かりやすい例っていうかねどうなのか分かんないんですけどもやっぱりその自動車産業なんかでですね、まあ、今後はちょっと難しい部分が、ね、電化すると難しい部分がありますけど今までのねガソリン車なんかの部分ではこういった細かい技術をね生産技術とかも含めて持っている会社がいろんなところにありまして、まあ、そういった部品メーカーもね 随分海外に出てってしまったこともあるんですがいまだにですねあそういった部品を作ってるから日本に残って技術力を、ね、継承して、えー、企業として残っていけるんだというところはあるんですけどもやっぱりこういったあの、まあ、手仕事に近い技術力ですとかねあのこういう実験の部分なんかもそうですけどもあの、まあ、池井戸潤さんなんかもね、えー 下町ロケットの中でちょっと載せてはいたんですが非常にあの手仕事の技術っていうのはねやっぱり継承されたりとか作られてるっていうところはまだまだ日本の中ではあるというのがね今回の記事でも分かったんですけどもやっぱりそういった技術的な有,あの有益性ですよね、まあ、今後はねロボットがどこまで進化するか分からないですけどもあの手作業の部分ですとかねそこら辺の進化っていうのはこう目覚ましく来てるんですが まあ発想ですとかね、そういった考え方っていうのはまだにあの人間の方がね、えー、勝ってきてるんじゃないかなとは思いますけれどもね。だそういったところでまだまだ技術的優位性はあるのかなという感じです。はい。えー、とですね、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。